私の真ん中にあるもの、佐藤涼子。主に日本全国のオフィスビルの管理運営、また東京駅側の商業施設の管理運営も行っております。私の業務はその中で大手町に3物件担当を持っておりまして、夏祭りやイルミネーションなどのイベントの企画も行っております。同時に多くの人を巻き込んで仕事をするので、交渉力や判断力、調整力が非常に大切だと思います。大学生の頃、共立からよく東京駅の丸の内側まで歩いて散歩に行ってました。そこで丸の内の働いてる人だったり、街並みを見てすごくかっこいいなと思って、ここで働きたいなと思っていたので、共立はここにあることはすごい便利だなと思います。私が大切にしていることは人との関わりです。大学生のフラダンスサークルの時にお世話になった方と今一緒に仕事をする機会があり、自分から積極的に動いていくということはすごく大切なことだなと思っています。私の真ん中にあるもの、人との関わり。私の真ん中にあるもの、藤井美咲。自動車の損害サポート業務を担当しております。事故に遭われたお客様と相手の方から状況を聞いて解決に導く仕事をしています。先を読む力だと思います。いち早く事故を解決するためには、何が必要か予測して先回りして対応することが大事だと思っています。やっぱり立地だと思います。中学から慣れ親しんだ町なのですが、都心でアルバイトをするのもとても刺激になりました。あと友達といろんなところに遊びに行けるのも魅力の一つだと思います。何事も継続していくことです。学生時代の部活動や今の仕事など、辛い時こそ諦めずに続けることで成長につながっていると思います。私の真ん中にあるもの、何事も継続すること。私の真ん中にあるもの、渡辺美穂。私の仕事は、メガバンクや大手製造業といった大企業のお客様に対して IT の経営をより良くするようなソフトウェアのご提案をしています。やりがいとしては、そのような大きな大企業のお客様のお仕事を私たちの提案した製品によってサポートできるっていうところが大きな醍醐味かなと思います。ハングリー精神を持って、常に学び続けていくことが大切だと思っています。仕事柄は技術職ですので、専門用語を扱うようなエンジニアの方々、お客様と関わりを持っていくことになりますので、お客様のご要望をきちんと理解するためにも、私たちも常に勉強していく必要があると思っています。キャンパスが綺麗で、都心にあるっていうところがとても魅力的だなと思います。神保町という街柄もあって、古本屋さんや画材屋さんもたくさんあるということで、読書や絵が好きだった私にとってもすごく居心地のいい場所でありました。オンとオフの切り替えをきっちりすることが大切だと思っています。仕事とプライベートをちゃんと分けることで、遊ぶときはこうちゃんと遊ぶぞという気持ちでいれるということで、仕事もちゃんと頑張れているんじゃないかなと思っています。
私の真ん中にあるもの、オン・オフを大切にすること。私の真ん中にあるもの、中村美穂。会社の経営につながる収益などの実績の集計を担当しています。またお客様に株や投資の魅力を伝えるパンフレットや広告の制作も担当しています。スケジュールを管理することです。扱うデータが大きく担当する業務の影響力も大きいので、スケジュール通り進むことが当たり前で、当たり前を当たり前通りこなすことが大切だと思っています。立地の良さと、厳しい時は厳しく、楽しむ時は思いっきり楽しむアットホームな雰囲気がいいところです。ポジティブでいることです。たくさんの仕事をこなしていく中で失敗してしまうこともあるんですけれども、それを次に生かして前に進むことが大切だと思っています。私の真ん中にあるもの、常にポジティブ。私の真ん中にあるもの、宮田優香。2万人いる社員が毎日スムーズに業務ができるように、社内の業務用携帯電話の管理、サポートしています。判断力と対応力です。日々たくさんの仕事が舞い込んでくる中で、何をどう進めていくのか、すぐに行動するために必要な力です。同じ先生、同じ学生と学ぶ環境が多いので、距離感が近いところが魅力的です。卒業して5年経った今でも時々一緒に遊びに行ったりします。柔軟であり続けることです。どんな状況でも 100% の力を出せるように、頭を柔らかくできるよう日々心がけてます。私の真ん中にあるもの、柔軟性。私の真ん中にあるもの、小鹿野茜。皆さんが普段身につけている洋服やカバン、またテントや宇宙服などに使われているファスナーを作っている会社で商品企画を行っています。お客様からの要望を叶えるための新しいファスナーの新規開発も行っています。相手の立場に立ってコミュニケーションを取ることが大切だと思います。営業とお客様、また開発と製造、その間に立ってそれぞれの意見を一つにまとめていくので、そういった力が大切だと思います。場所が都心にあるので、世の中の動きや情報、流行などが一番に入ってくる場所だと思います。常に最先端の情報に触れながら生活していましたので、そういった場所で学んできたことが今の仕事にも役立っているかと思います。こだわりを持つことです。お客様に長く愛される商品を作るために、自らの手で、50個、100個の大量のサンプルを作って商品の研究をしたり、また国内や海外の工場に自らの足で出向いて、新しい商品知識を学んだり、人脈作りを行うことを日々欠かさずに行っています。私の真ん中にあるもの、仕事へのこだわり。